皆さん、こんにちは。今回はビークルのハウベルをご紹介します。ビークルはハイエースをベース車にした晩婚モデルを多数ラインナップしていますが、ハウベルはその中でハイエース、標準ボディ、ハイルーフをベース車にしたモデルです。2023年には標準ボディ、標準ルーフをベース車にしたハウベル・ローが追加されました。ハウベル・ローは標準ルーフなので、地下駐車場など高さ制限のある駐車場に駐車することもできます。より日常用途に適したボディスタイルです。ボディの外側への仮装はありませんので、見た目は普通のハイエースと変わりません。日常用途でも目立つことなく使用できます。それでは中に入ってみましょう。全部にギャレー、後部はこの字型のダイネットのレイアウトです。ハウベルはハイルーフですので、オーバーヘッド収納が設置されているのが特徴です。こちらは標準ルーフをベース車にしたハウベル・ローの室内。標準ルーフですので天井高が低く、オーバーヘッド収納は設置されていません。乗車定員は5名ですが、後部に前向きのシートはないので2人旅に適したレイアウトです。横座り台座のダイネットは広く、2人で使用する場合はゆったりとくつろぐことができます。ハウベル・ローのレイアウトもほぼ同じです。ダイネットを展開すると2名が就寝できるベッドになります。背もたれを中央に移動するだけでベッドセッティングが完了します。ベッドサイズは長さ 1800mm、 幅 1500mm です。家庭用ではセミダブルベッドとレギュラーダブルベッドの中間に相当します。テーブルを残してベッドモードにすることもできますので、フロアタイプのダイネットも可能です。ギャレーは全部の右側にあります。ギャレーの前は広く調理しやすくなっています。ギャレーキャビネットの天板を開けるとシンクとフォーセットが現れます。ハウベルのギャレーのユニークな機能をお見せしましょう。このシンクとフォーセットはこのように引き出すことができます。跳ね上げ式の調理台をセットすると広い L 字型のキッチンが出現。ロックを解除するとコンパクトに収納できます。こちら側には40リッターの上開き式冷蔵庫を標準装備。冷凍と冷蔵を切り替えて使用することができます。ハウベルのギャレー上部には照明を設置、手元を明るく照らすことができます。なお、ハウベル・ローバージョンには49リッターの横開き式冷蔵庫を標準装備。横開き式冷蔵庫は製氷室がありますので、冷凍と冷蔵が同時にできます。さらに、ハウベル・ローのギャレーキャビネットには引き出し収納もあります。ハウベルも横開き式冷蔵庫に変更することは可能でしょう。収納を見てみましょう。ハイルーフのハウベルではオーバーヘッド収納が設置されています。これは左側の収納。扉付きですので走行中に収納物が落下することはありませんが、開いた状態でロックできるように改善されることが望まれます。右側には扉付きの収納に加え扉なしの収納も設置されています。左側のシートの下も大きな収納になっています。この収納には開けた状態で保持できるヒンジがついており、大変便利です。後部シートの下も収納になっています。リアゲートを開けて車外からアクセスすることができます。小型のキャンプ用具などを車外から直接積み込めるので便利です。この収納へは車内からもアクセスできます。右側のシート下には電装系を収納。105アンペアアワーのディープサイクルバッテリーが1個標準装備されます。電源のスイッチ類はコンソールボックスの後部に配置されています。一番左側のスイッチが照明ですので、
車内に乗り込む前に明るくすることができます。ハウベルの場合、スイッチ類はルーフにありますが、コンソールボックス後部に設置することも可能でしょう。空調はハイルーフのハウベルに小型のベンチレーターが標準装備されます。いかがでしたか？ハウベルは用途によってハイルーフか標準ルーフが選択できます。ハイルーフは圧迫感が少なく、車内で過ごす時間が長い車旅に適しています。一方、標準ルーフは日常用途にも使うことが多いユーザーに適しています。ハウベルは装備をベーシックなものにすることにより比較的手頃な価格を実現したモデルです。ハウベルの車体寸法は全長4695mm、幅1695mm、全高2240mm です。ハウベルローの車体寸法は全長4695mm、幅1695mm、全高1980mm です。それではコンセプト的にハウベルと比較対象になるモデルをピックアップしてみましょう。まず、富士カーズジャパンのフォックス DS コンパクト。全部にギャレーを配置、後部にコの字型のレイアウトです。インテリアにマッチした照明を採用。ギャレーには49リッター横開き式冷蔵庫が標準装備されます。クーラーとリチウムイオンバッテリーがオプションで用意されているのも特徴です。ドリーム AT のウォーク2タイプ C。 全部にギャレー、後部はコの字型のダイネットです。オーバーヘッド収納も豊富です。18リッターポータブル冷蔵庫を標準装備。ウォーク2は豊富な収納が特徴です。ベンチシートの下はすべて収納になっています。シートは開いた状態でロックできますので、収納時に両手が使え大変便利です。標準ルーフでは RV ビッグフットのスイング C4.7 があります。全部に横座り対座のベンチシートと後部にギャレーのレイアウト。ホワイトでコーディネートされたインテリアが印象的です。後部のギャレーにはシンクと電子レンジを標準装備。49リッター横開き式冷蔵庫も標準装備されます。ハウベルの仕様と価格は下の説明欄をご覧ください。価格などを含めたさらに詳しい比較表はキャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただきありがとうございました。